皆さんこんにちは、椎名の清美です。お元気ですか？この前の日曜日は天気が良かったので郊外で過ごしたくて、アッシャンノの方面に車を走らせました。アッシャンノに住む友達とカフェで会おうと思って電話してみたら、彼はちょうど椎名にいてね、出会うことはできなかったんですけれども、面白い情報をくれたんですよ。アッシャンノで一番古いとされている教会、サントイポリット教会が、その日の午前中だけ特別に公開されているとのこと。早速教会に向かって中に入ってみると、外見からは想像できないような素敵なフレスコ画があって衝撃を受けました。このフレスコ画はラファエロの若い頃の作品ではないかという議論が持ちかけられているらしいです。向かって右にいる、聴衆に視線を向けているのがラファエロ本人。修復の際にね、その首元に彼のサインらしき影が見えたということなんですよね。そしてこの絵を手掛けたのは左利きの画家。ラファエロも左利き。翌日ね、シエナの図書館でラファエロの方を見てみたら、このマドンナのね、目の感じとか、あと若い頃に描いた肖像画とフレスコ画の男性のこの顔の輪郭とかね、なんかやっぱり似てるなぁと思えてきましたね。でラファエロは19歳の頃シエナに訪れたという記述もありますので、ますますそう思えてきます。説明をしてくれた女性が最後に修復について語ってくれました。このフレスコ画はフィレンツェの修復師を中心に行われたんですけれども、彼らはどこからお金を得たかご存知ですか？で、そういう問いの後ちょっとした沈黙があって、彼女はね、ジャポーネって言ったんですよ。この日本からのお金でね、ここまで美しく修復されたことを知って、とっても嬉しくなりました。何も考えずにアッシャンノに向かって、友達の電話で教会に入れることを知って、素敵な作品と興味深いエピソード、そして日本との関係を知り、とっても充実した時間を過ごすことができました。皆様も何気なくこの Vlog を視聴してくださっていると思うんですね。で、最後には、そうなんだ、日本とイタリアの縁を興味深く感じていただけましたら幸いです。ではまたです。チャオチャオ。